あさって6月9日は語呂合わせでロックの日です。防犯意識を高め、鍵の施錠、ロックを徹底してもらおうと、今日福岡市で啓発活動が行われました。ロックの日ということで、施錠の徹底を呼びかけております。侵入とかかなり行っておりますので、家に帰ってるから施錠の徹底をよろしくお願いします。 JR 博多駅前で啓発活動を行ったのは、警察や日本ロックセキュリティ協同組合などおよそ20人です。道行く人にチラシを配り、玄関ドアや勝手口のダブルロックやピッキング対策が施された防犯性の高い CP 錠の設置など、防犯を呼びかけました。このキャンペーンはあさってロックの日に合わせ、2006年から全国で行われています。福岡県警によりますと、県内の住宅を狙った窃盗事件は今年4月末までに323件と、去年の同じ時期に比べ13件増えているということです。このうち半分は鍵の閉め忘れなどの無施錠で、ついでガラスを割って侵入される被害が3割となっています。中には窃盗にとどまらず強盗事件に発展するケースも。こうした住宅侵入による犯罪を未然に防ぐ技術が進化しています。男性がバールで何度叩いてもひびが広がるだけで割れないガラス、これは警備会社大手セコムが20年ぶりに開発した防犯ガラスです。従来のものと比べ強度がおよそ5倍。開発のきっかけは全国で相次いだ集団による強盗事件でした。防犯ガラスの問い合わせは前の年のおよそ7倍に増えたといいます。こうした技術が進歩する一方で、警察は基本に立ち返ることも大切と話します。ちょっとした外出でもしっかり鍵をかけていただきたいと思います。泥棒が嫌がるのはですね、時間がかかること。今日のキャンペーンでですね、ご紹介しました CP 錠、こちらについては5分間ですね、泥棒からの侵入を耐えることができる、認められた商品になりますので、可能な限りですね、住宅等に CP 錠、CP マークのついた部品を使っていただきたい。命や大切な財産を守るために、身の回りでできる対策について見直す機会にしてはいかがでしょうか。